女子高校生らに接客やマッサージをさせる、いわゆる JK ビジネスでのトラブルが増える中、警視庁が女子高校生に危険を訴える教室を開きました。制服姿の女子高校生らが男性客と食事や散歩、マッサージなどをする JK ビジネスは、児童売春やストーカーなどの犯罪につながることが懸念されています。警視庁は14日、東京杉並区にある私立女子高校で、生徒およそ200人に JK ビジネスのトラブルの実例などを交えながら危険性を訴えました。東京都では、JK ビジネスを行う店での18歳未満の就労を禁止し、営業の届け出を義務付ける新たな条例が7月から施行されます。警視庁少年育成課の大八木清隆課長は、今後も子どもたちへの教育や取り締まりを通じて JK ビジネスをなくしていくとしています。